ホーランドアメリカクルーズ船に乗船するオランウータンのタオルアニマルタオルアニマルは小さなタオルを折りたたんで作った動物を描写したもの。概念としては折り紙に似ているが、紙ではなくタオルを使う。一般的なタオルアニマルとしては、象、蛇、ウサギ、白鳥がある。タオルアニマルの起源ははっきりとはわかっていないが、その人気は、 カーニバルクルーズラインによるものと言われることが多い。タオルアニマルの前身はおそらく、ハンカチの動物や、ナプキン織りであると思われる。カーニバルクルーズライン、ノルウェージャイクルーズライン、ディズニークルーズライン、ロイヤルカリビアン、ディズニーホテル、ホーランドアメリカラインクルーズでは、タオルアニマルを客のベッドに置いておくことが、夜のターンダウンサービスの一つとしてよく行われる。ヌエボ・バジャルタや、 リビエラ・マヤニアル・グループビダンタエス・ S、グランド・ルクス・レジデンス・クラブスなどの最高級ホテルリゾートでもタオル・アニマルが現れることがある。花をまとったつがいのクジャクタオル・アニマル・カーニバルはフォーマリティーズショップでクルーズまたは乗船前に事前予約した客に本を提供している。ホーランド・アメリカも同じような提供を行っている。他にもタオル・アニマルについての本で入手できるものは いくつかあり、これらの本は、タオルアニマールにキリンの痛めとボタンの花を単純に追加することで、動物らしさをどのように高められるかを示している。ギャラリーの作品の中には、複数のタオルや時にハンドタオルや手拭いを使う、必要があるものもある。グランドルクスは花や花びら、ヤシの枝の先端を使い、クジクを描写したイメージのような創造物を高めている。ありがとうございます。